こんばんは。こんばんは。どうも、ゲリラです。どうもどうも。そう、今日髪型がちょっとちょっとバブリー、シースルー前髪です。ね、ゲリラなんですけど、まあ多分通知で来てくださったのかな。ありがとうございます。そう、割とね、昭和顔って言われます。もうエンドロールが頭から離れない最近悲しい色に私を染める手探りの中、はい、さっきね、メールをね打ってね、5通目をね、まあ、多分まだ送られてないと思うんですけどさっき送りました。いやー、通信制限が来てね5通目でやっと広島帰ってきて、 Wi-Fi が家にあるからすごい、もうシュンって、もう1分もう59分だったんですけど、シュンって遅れて、あ、よかったって思いましたそう、バブリーなの、自分でも思う。だからあんまり前髪シースルーにしたりとか上げたりとかそんなしないんだけど、まあ、こんな感じなんですね。シースルーにしたら眉毛が太いからかな、多分。おばあちゃん、イエーイイエーイエンドロール、そう、後ろね、マスキングテープの子っていうのは、あのハロウィンの何あれ、ガーランド落ちちゃった。家帰ったら落ちちゃってたちょっと名残です。名残、雪も降る時を知りそう、割と昭和な香り。チュ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 チ愛してるよなんて誘ってもくれないうん、なくしかありがとう。いえいえ、こちらこそありがとうございました。楽しかったです。2部がね、もうおしましですごいたくさんの方に来ていただいたのはいいんですけど、ちょっとね、時間がね、あのめっちゃ押し押しになっちゃって申し訳なかったです3部4部もね、押し増し負荷だったんですけど、結構途切れることなく来てもらえて一安心でしたありがとうございましためっちゃ楽しかったです。まあハロウィンだったんでね、ニャースだったんで、割とその効果もあったのかもしれないです。情報解禁楽しみやな。あれ、私メールで送ったんだけど、まだ送れてないのかな。なんかもう解禁してもよかったらしくて、メールで送っちゃったまあもうちょっと後で言おうかな。そう、今日撮影だったんですいや、予防注射しなかった。予防注射あったんですね、知らなかった。昨日が予防接種予防注射だったの、全く知らなかったですうん
まだ来てない。まあちょっと夜遅くに送ったんでね、まだ来てないかも。スチール多分昨日じゃなかったのかもしれないです。まあでも予防注射しててもね、なるときはなるしね。いつものあれお願いします。いつものあれってなんだろう。私メール今日5通送ったで、多分まだまだ届いてないかも。2通が結構、2通はね夜9時台に送ったから、多分まだ9時半ぐらいに送ったからまだだと思います。多分一気に2通来ると思います。うん、多分来るはず。予防接種派手に騒げればワンチャンテレビ出れるで。私別に、うん、騒いでる姿を人に見られたくないですね。はい、まあ、もともとちっちゃい頃から注射は好きなんで騒がないですね。騒げって言われたら騒げますけど、ちょっと演技力が問われちゃうな。そう、 AKB の48ショーコントで出てます。あのあかりんさんとユミリンさんとココアさんと4人でコント出てます。昨日放送されましたね、夜に。岡山県では鬼退治をねみんな割とやってます。ポピュラーですね。注射なんで好きなの、なんか薬が、注射が好きっていうか薬が苦手で、うん、薬が苦手だからどうしても注射になっちゃうんだな。ちっちゃい頃から薬飲みたくないんで点滴打ってくださいとか言ってて、それがずっとそのまま続いてました。くちゃん演技うまい。いや、そんなこと、そんな演技うまくないですよ。うん、筋肉注射は痛い。ああ、今まで一番痛かったのはね、子宮頸がんの予防接種ですかね。あれは肩が上がらないレベルで痛かった覚えがあります。薬は錠剤はもう飲めます、さすがに。粉は無理です。じゃあこんばんは。まあどうしよう、そうですね、まあ今日何があったのかと言いますと、まあもうなんか実はもう解禁してもよかったらしくて、メールで送っちゃったんですけど、今日はですね、まあ撮影がありまして、はい、撮影がありまして、それがですね、11月26日発売のプラチナフラッシュさんで、ソログラビアを、掲載載せていただけることになりまして、今日それの撮影に行ってきました。はい、11月26日でございます。そう、ソログラ初めてなんですよ、ソロは。そう、おめえ、ありがとう。ありがとうございます。
プラチナフラッシュさんです。なのでよかったらチェックしてみてください。11月26日書店にてお願いします。何冊買ったらいい？何冊？まあ、いつも言ってるけど3冊かな。3冊はいるよね。だってね、用途がいろいろあるからね。用途？まあ結構いろんなところとかに行かせていただいて、外で撮影とかもしたりとか、またお部屋着とか着てみてるので、はい、よかったらお願いします。関さんと同じこと言って、これ関さんの受け売りだからね。ありがとうございます。謎のタワーおめでタワーなのかな。ありがとうわです。ありがとうわ、ありがとうわです。どうもタワーありがとうございます。フラッシュタワーソログラタワーですね。まあ、なので、まあ、ちょっとシースルーな、はい、感じで言っております。ちょっとテロップ書いとこう。テロップを書こう。じゃーん、いや、そろ、おっとっと、コメントが長すぎてテロップが打てれなかった。11月、26、プラチナ、はい、ということで、11月26日なので、あったらお願いします。言って言うから、お騎士だけ、その11月は私だけって、プラチナフラッシュさんに過去掲載されてるのもユミリンさんと私だけらしくて、なんかすごいありがたかったです。お仕事いただけて、めっちゃね、嬉しい。いい風呂の日、お、カポン。そう、なんかね、そのスタッフさんが、まあ、ミカニャンとかも担当したことがある方で、フラッシュ、まあ、ミカニャンがよくグラビアで出てたりするんですけど、山本ミカニャちゃん、ミカニャちゃんで、なんかいつかパネーでよろしくお願いしますって、パネーもよかったらいつかっていう感じなので、もしかしたらいつかパネーでできたらいいなって思ったり。そう、ミカニャの方がグラビアデビューはさっきめっちゃ早かった気がします。映えだから。こんばんは。売ってくよ、パネーも売ってくよ。まあそんな感じで、はい、よろしくお願いします。ちょっと頑張ったので、でもね、やっぱりね、ちょっと難しいね。
うん、難しい本当に。何回やっても撮影は慣れないですね。顔が引きつっちゃいます。メイク撮影のままです。ピンク、イモース見た。あ、ありがとうございます。そう、イモーステレビにも、今週のイモースにも出演しています。はい、よろしくお願いします。そう、プロの人にやってもらったまつげが上がるんですね。まつげって上がるんやなって感じです。爪見して。爪もね、塗ってきた。何色がいいですかって言われたから、うん、じゃあ、まあ私実は推し彩がペンライトが紫なので紫にしました。まあ落とすんですけどね。まあ今日だけ、今日だけ、今日だけ。秋。うん。明日落とします。明日落とす、だから今日だけのね。儚いおしゃれでした。儚いものは美しいんでね。これもすごい美しいと思います。キネさんだよ。テンション上がった。うん、テンションはもう、そのお話をいただいた時からずっと上がっております。クマさん、クマさん、久々にやった。できないな、もうブランクが。クマさん、ありがとうございます。ブランク出ちゃったよ。どこで撮ったの。都内某所。都内某所にて。雑誌の撮影はそんなに、なんか結構前から知らされるっていうよりは結構4日前とかが多いです。5日前とか。だから割とすぐです。お、マジかみたいな。そう。でも皆さんそんな感じらしいです。なんか今日メイクさんに聞いたら、スケジュール的にとか。意外と、そうそうそう。だからみんなダイエットが間に合わないっていう。まあ常に。常に見られてもいい体であれってことですね。それはね、私ね、3000、まあ一昨日から東京にいてイベントがあって、で握手会あって撮影あって今帰ってきたんですけど、2000円持ってきてて、財布の中に、財布の中に2000円持ってきてて、で、まあ、朝夜ご飯コンビニで買ってたら、まあ、パカーンとなくなってしまいまして、200円しかなかったんですよ今日の朝。そう、200円しかなくて、おっとっとっとって思ったんですけど、まあ、200円あれば、まあ、広島駅着いてからバス乗れる料金ぐらいはあるから、まあ、大丈夫かって思って撮影行ったら、なんかそれを知ったなんかスタッフの方々がなんかなんで200円しか持ってないのみたいな。そう、今金欠でなんで200円しか持ってないのみたいな言われて、
なんかねペットボトルのお茶とかをねめっちゃくれました帰り際おきちゃん今お金ないからあげるよって言われてだからねすごいねお菓子とかいろいろもらってきましたちょっとこれでねしのげますおろしてなくて金欠もあるししかもおろしに行けるのが私あと2日後とかだから2日後までね200円で生活しなきゃいけなくてまあ家帰ったらカップラーメンとかは置いてあるんですけどねだからまあとりあえずお茶は確保できてお菓子も確保できて、まあ、家にカレーのレトルトとカップラーメンはあるから、まあ、ご飯麺もできてあとはもういかに使わずに生きていけるかですねうん2000円で東京行く勇気がすごいまあでも言うてもいけるよいけるいける言うてもいけるなんだかんだ言ってうんコンビニでおろそうって私カード持ってないんですよね通帳しか持ってなくてコンビニでおろせないんですよやっぱカード便利ですよねでもあった方がうんお疲れ様ですありがとうございますうん通帳を郵便局でいつも下ろしてます私は ATM の窓口では下ろさないけどでもねおばあちゃんがいつもなんか財布の中になんかもしもの時の1万円を入れときなさいって言ってるんですけどそのもしもの時を使う機会が多すぎてもしもの時のために何回1万円を使ったかみたいな感じでそしたらもう、うん、本当にお金が必要な時に何もないっていうね財布の中に常にもしも状態だったんですうんなんかあのコンビニとかやっぱりコンビニあかんあかーんあかーんあかんわまあでもうんまあでもなんだかんだいけるよなんかね、この財布とは違うこの中になんかもしもの時用のお金が入ってるはずなんですよ本当はねでも今1円玉しか入ってない9円ぐらいしか入ってないもしも何に使えるんだよってあと3日あと2日かあと2日行ったらいけるからあと2日あと2日レッスンとかあるからなかなかね行けないんですよね郵便局とかにいこう募金くらいしかできないそうだねコンビニで募金してこようかな1円玉だしねそこにバス代いや歩くからないときは歩くからバス乗ってるのはね普段は甘えで乗ってるだけだからっていうねまあ歩くのは嫌いじゃないんですよねただ朝の歩きって朝そのよ
なんか夜帰りの歩きはいいんですけど、行きの歩きは遅刻したらどうしようという不安があるから、ちょっと歩いててもね、あの不安焦燥感しか襲ってこなくて、うん、なかなかね、ヒッチハイクしないでね、ヒッチハイクしようかな、ヒッチハイクで移動しようかな。ヘイヘイヘイ、パスピー、いやパスピー、パスピーね、うん、あったら便利だと思うけど、うん、パスピーがそのコンビニとかでも使えるんだったら私はパスピーに変えようかなと思う。でも言うほどね、そんな乗らないから、バス私歩くから大丈夫かなと思ってたりするんだよね。やばいよ、もう何もね、あの電子にすらお金が入ってなかったからびっくりした。私 au ウォレットとかもさ、あらそういえば私お金入れてたら何円入ってるんだろうって思って見たら21円しか入ってなくて、みたいな21円何買おうみたいな感じ。使いこなそうかな。逆にその21円どうしよう、どこで使おうみたいな。なんかそういうのってなんか別にチャージしてもそれで払うわけじゃないから、そんなにいいかなって思ってほったらかしにしてたら、なんかそういうなんか少数額で溜まってるのが結構ありますね。うん、消費税上がるんやで。消費税上がるね。まあうん、仕方ない、頑張ろう。仕送りはねしてもらってます、してもらってるよ、おばあちゃんにね。おばあちゃんが2人いるんで、2人のおばあちゃんから半分半分にもらってて、1日と15日にもらってます。そしたらまあなんとか1ヶ月やっていける感じ。うん、握手会とかがあるとね、やっぱりお洋服買っちゃうから、仕送り10万ぐらい、そんなもらわないよ、びっくりしたよ、10万ももらわないよそんな贅沢ぐらいしないからうん研究生って大変だね。研究生に限らずさ、他のなんかこの世代のなんかあの地元出た人ってみんなそうじゃないのかな。私昨日友達と電話してて、なんかバイトの時一緒だった子がいるんですけど、それとは別のバイトとは別違う別の友達と電話してた時に、なんかバイト一緒だった子今東京いるけどみたいな、大学行きながらでも親から仕送りしてもらえないから毎日フルグラだけで生活してるんだよねって聞いてフルグラかって思って、まあみんなそんなもんだよ言うても、うん、そんなもんだよ。親から全部送ってもらえるのなんてねえ、まあ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 、あんまりいないんじゃないのかな、いるのかな普通の家庭でうん フルグラだけで生活してるらしくて、うん、フルグラ高いけど持つから多分、すごいその人結構太ってたのにもうガリガリに痩せてるって聞いて大丈夫かなと思って、うん、なかなかな。フルグラダイエットしてるのかもしれない。カレーはいいよ。レトルトいいよ、安いし、私全然プレゼントカレー送ってきてもらえたら全然。危ない危ない。
すまん、痛かった、ごめん、落下音聞かせてしまって。かばれてないの、鏡が近くにあっただけで。で、私やばいの、本当にいろいろやばい。なんか帰ってきてゴミ捨てようって思って、あのなんか机の上が汚かったんね。だからさ、このさ無印の化粧水あるんだけどね、この蓋が缶っぽい蓋なの。そしたらさ、私さ普通に何も見ずにやってたらさ、見てこれ、ファンタのやつさここにつけてた、何にも違和感なく。で、多分ねファンタについてるのが無印のキャップなんだよね。そのまま捨てちゃってさ、ファンタになっちゃった見事にフィットするから、こんなフィットするっていうぐらいフィットしちゃった。全く気づかなかった、びっくりしたよ私。そんなことある、そんなことある、ほんと。どこ行ったんだろう、普通の元のキャップないんだけど、ないわオーガニックファンタ、そうだよ、オーガニックファンタだよ。めっちゃびっくりした、今気づいた。仕込んでないよ。で、似てるんだって、本当にここにロゴがないだけなんだって、無印のやつは。見てほしい、やばいやばい、うん、めっちゃ長いブログ見たよ。お、ありがとう、お疲れ様です。オーガニックだわ。オーガニックっていう言葉は怖いんだよね、信用できなくて。うん、なんか どうなんだろうって思って。オーガニックってどうなんだろう。なんか昨日あのね、ミニストップに行ったの、初めての初めてミニストップデビューしたんですよ昨日、東京にて。ないから、あんまりで、ないの、田舎って。あるけどないの、うちはなかったの、ミニストップが。ミニストップを見たことなく育ってきたのね今まで。そう、ミニストップ行ってきて、初めてのミニストップデビューして、そう、楽しかったいろいろ買ったよ。そしたらね、なんか安いお茶買おうと思ったのね。私割とさ、まあ一番好きなのはこう伊右衛門とか多いお茶とかだけど、割とまあお金がない時はさ、まあ、そのコンビニのさ、なんか独自に出してる安い98円ぐらいのペットボトル買うのね。別にそんなこだわりないから。さあ、そうそう、ミニストップのさ全部オーガニックって書いてあって、オーガニック麦茶、オーガニックジャスミンティーとか、オーガニック緑茶みたいな、みたいな、オーガニックとはって思ってちょっと怖くてやめちゃった健康そうだけどプライベートブランドっていうの、そう、好きなの。そう、めっちゃオーガニックだったから意識高いなって。ちょっとね、あんまり意識高すぎると怖くてね。うん、まあ、いつか試してみたいと思います。女子の宗教や、確かにね、オーガニックだから、ほらオーガニックだよ、ちゃんと使ってるから、オーガニックっていうだけで。女子好きだよオーガニック。導入化粧水使ってる、それね、欲しいんだよね、買いに行きたいの、無印の。映画見たいな私、ハリーポッター違うわ、ファンタビー見に行きたいの、ファンタビーハリーポッター好きだから。なんだっけ、黒のなんだっけ、忘れちゃった、ファンタスティックビーストめっちゃ見に行きたい。なんかね、予告見たけど、なんかやっぱハリポタ要素強かった、めっちゃ。そう、ハリポタ好きなんです見に行きたいな、映画行きたいぜ
チャンチャンチャチャチャン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 チャチャチャン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 チャチャチャン。いや、僕はロン、ロン・ウィズリー。僕はハリー。ハリーってあのあのキズ。あ、これわーお。あなたたちそんなこともできないの？ハリー危ない。ハリーやめて。スリザリンな感じ。スリザリン、そう、なんか一時期そういう話題してました。なんか STU メンバーとなんか誰々はスリザリンっぽいみたいな、でもみんなスリザリンっぽいみたいな話になって終わっちゃった。今日ハーマイオニーっぽい。おっとおっと、優等生っぽいかな。お決まりように。グリフィンドー、グリフィンドー、スリザリンは嫌だ、スリザリンは嫌だ、スリザリンは嫌だ。でも私スネイプ先生めっちゃ好きだからさ、普通に スリザリン入りたい。言ったっけ、あのなんかハリーポッターゲームアプリがあって、でなんかハリーが生まれる前のホグワーツに自分が入学するんですね。普通にマグルじゃないの、普通の本当に魔法使いとして。でなんか自分でその寮を選べて、なんかどんどんこうレベルを上げていくみたいなゲームがあるの、あのちゃんと公式のね。ハリーポッターのホグワーツ1年生から、父親世代そこまで昔じゃないはず。普通にスネープ先生とかがいるで、私ねスネープ先生大好きだからね、スリザリンにしたの。さあさあ、スリザリンにしたらさ、さすがにスネープ先生もさ、もう他の寮じゃないからさすがにね、こうなんかひどいことは言われないだろうって思ったらさ、なぜかスネープ先生の授業だけめっちゃ難しくて、こうタッチ方式で魔法とかこうシュッてしながらタッチしたらこううまくできるみたいな感じなんですけど、スネープ先生の授業だけめっちゃ難しくてね、なんかあれ私のせいなのかな、強制的に間違えるようになってるのかな、めっちゃ間違えちゃうの。したらせ、なんか このような生徒が我が寮にいるとは、我が輩はなんか失望したみたいなこと言われるのね、スネープ先生から。めっちゃなんかあの罵られるの。スネープ先生にえーみたいな、私スリザリンスリザリンみたいな。そう、超ド S なのスネープ先生。めっちゃ、うん、びっくりした、そんな言うっていうぐらいね、なんか毎回言ってくんのセガ。あとね、なんかそのまあ海外のやっぱりゲームだから日本語訳がちょっとおかしかったね。今は治ってるのかな、なんか男のキャラなのになんかずっと全然オカマキャラじゃないのにずっとお姉口調のキャラがいたの、寮生が。ずっとそれにね疑問を抱きつつもね、何気なくやってた。ずっと私オカマキャラだと思ってたけど、それはただあの日本語訳がまだちょっと 不完全で、なんかずっとお姉だったの。やめなさいよあんたみたいな、なんかこの人お姉なのかなって思ってたら全然普通に男の人だったっていう。今は多分治ってるはず。なんかちょっとね初期がそういう感じだった。私めっちゃしかもさ気になりすぎてちょっと課金しちゃってた。ハリーポッターのゲームに。でもねもう菅井先生じゃない、コメントで読んじゃった菅井先生って。違う違う、菅井先生じゃなくてスネープ先生。本当にねスネープ先生はあれでもねいいよ。良き良き、めっちゃ好きなの。最後ね、あナギニに
ナギニに殺されちゃったけど、ナギニが出るっぽいの、なんかよくわかんない映画ファンタビ予告見たけど、なんかナギニが擬人化してたのかな、なんか人の姿になったの。ナギニってヘビなんですけど、ボルデモートの、よくわかんないの。菅井先生、違うの、なんかスネープ先生って言おうとしたらコメントに菅井先生ってあって読んじゃったの、間違えました。そう、ハリポタのね、結構ね、あの関わり高いよ、ファンタビ名前とかね、やっぱり授業の内容とか主人公がのホグワーツ生徒だったから、うん、面白いっていうね、ハリポタトークでした。長い道のりを走り抜け、やっと山のふもとまで来た夜明け。ダンブルドア萌え、おお、かわいいよね。ラップ調勘弁してください。メール来ない、あれなんでだろう、なんでだろうな、これもう解禁していい情報なんだけどな、写真がダメだったのかな、こんなにネタバレ画像ってわけじゃなかったけど。まあそんな感じで、ラストメールは届いたのかな。チチチチチルチチチチチチルチチチチ、3通までだったらまだ届いてない可能性高いな、あと2通食いそうな気もする。雪を降り絞って私から切り出した、おでもいい話題に紛れ込ませて隠していた切なさとか愛しさとか伝えてみた、あなたは少しだけ困った顔しながら付き合っている彼女がいるなんて。お腹空いた、カニが食べたいんだ、カニ、カニが食べたいの。だから惨めになるこのタイミングで、食べたい。昨日ね、久々にその YouTube で魚さばく系見てたん、したらね、痛風鍋とか痛風丼とかを作っててね、その動画投稿主がめっちゃ美味しそうだった。でも私食べたことないんよね。なんかね、牡蠣と白子となんだっけ、あんこうじゃない気がする、なんかね、高級食材じゃないけど、なんだっけ、ちょっとわかんない、 なんかあと一個あったの。すごそう、確かに。まず食べたことないんよね、そういうのは。肝かな、あん肝かもしれないです。海鮮系全般いけるの、でもね、食べたことないやつが多い、やっぱりあん肝とかね、あんまりね、私ホルモンが嫌いだから、そこら辺もなんか苦手な気がするんだよね。一緒じゃないのかな、結構ぐじゅぐじゅ系あんまり好きじゃないんだけど。フグ食べたことない、でもフグ食べたい、刺身。ホルモンも食べな、ダメ。もつもあんまりね、味は好きなんだけど、なかなかねタイミングわかんない、飲み込む。レバーは無理レバーは、パラパラするのがパサパサ
カニ味噌はいける。フグ、食べたい、お刺身食べたい。誰かお刺身買ってこいよお刺身買ってこいよ。急な暴言に草。なんか握手会の時に猫の耳つけてたんですよ。したらなんか飼ってもいいですかって言われることが多くて、あ、いいですよ、美味しいご飯を用意してくださいますかって言ったら、あ、なんかチュール用意しときますねとか言われたんですけど、いやチュールじゃなびかないんだよみたいな、いやチュールじゃいきませんからみたいな、刺身用意してきてくださいって言って刺身用意してきてくださいって言って、苦笑い相手もはは握手会で持ってくるね刺身って言ってグルメなんでね。そうだよ、贅沢な猫だよ急な暴言でもね、持ってきてくれた、私ちゃんと喋るよ、喋る猫だから、うまいって喋るよ喋ってるって動画撮られても大丈夫ちゃんと喋るよ、猫だけど、にゃーうまいってマグロうまいねってちゃんと喋る。だからキャットフードとかチュールとかいらないから、刺身をお刺身食べたい。だからね、その買ってた2000円でね、あのコンビニのなんかサーモンのお寿司を1日目食べたの。サーモン寿司みたいな、サーモンだけのお寿司みたいな食べてます。なんかもうお寿司っていうか刺身が食べたすぎて、海鮮系が。で次の日はサーモン丼を食べたの。やばいさ、何でもさ、やっぱブームが来たらそれしか食べないから、今すごいサーモンとか海鮮系が食べたい。なんかサーモンだけのお寿司みたいな。ちょっとネギトロと迷ったけど。いくら食べたいな。今日はうなぎ食べた今日うなぎ今日200円しかなかったから、差し入れでいただいたのを食べた。もうなんかそれだけでもういいやってなっちゃっただからなんか今んとこね、魚尽くしの。久々になんかちゃんとしたうなぎを食べたよ。いつもね、あの、まあ美味しいんだけどね、あのあそこ系が多いの、なんとか屋系が、すき家、吉野家、牛丼、なんかも松野家みたいな感じのうなぎを食べることが多いの美味しいんだけどね、安いし。うなぎ食べてる、美味しかった。私は食べますよ、うなぎ。あの絶滅したらどうしよう、私が食べ過ぎて。でもそう思うとちょっとあれよね。こういつか何もなくなった時に、うなぎであってうなぎじゃない、うなぎ味の何かが代用品になるんですかね。ディストピア飯ってやつですアナゴも好き。ふーぐたくん、僕実はまだ28歳なんだ。タレ好きね。もうあれ、タレが美味しいと言っても過言じゃない。ブルワーブルワー、ナマズがかば焼きになるよ。ナマズか、まさか
んまり気分じゃないんだよな。マスオさんの驚き方やって。マスオさんの驚き方、驚き方あれなのかな。ビャー、うまい。ビャー、難しいな。難しい、モノマネシリーズ難しいです。やっぱり卵かけご飯、卵かけご飯で割った卵は一味違いますね。こういうこと違うの。え似てなかった。これマスオさんのモノマネ、あれ全然通じなかった。電ボやん。あ、電ボ懐かしい。タラちゃん、タラちゃん、タラちゃん何喋るだろう。あー、タライちゃんまた来いです。キャットフードはいらないです。うちのタマそんな餌を食べないです。はーい、バブーちゃん、いくらちゃん、すごいよ。知ってる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 、豆知識。サザエさん一家って割と高学歴なんよ、みんな知ってる。私この間初めて知った。波平さんは京都大学卒で、マスオさんは早稲田卒で、なんか船さんもなんかすごいいいとこ行ってた。どこか忘れちゃったけど。でもね、高学歴社会だったの。高学歴以下だったんだけど、サザエさんだけね、なんかアワビ女子学園みたいな架空の学校だったの。架空なのかな、知ってた。エリート一家だったんだよ。すごいよね。多分いい会社も勤めてるんだろうね。え、サザエさんアワビ女子、なんかアワビ女子学園みたいなの入ってたの。え、本当に世田谷だぞ。確かに。でも世田谷で暮らしてる割には結構素朴な、なんかお部屋よね、ちゃぶ台とか。すごいよね、阿波学もいいとこだよ。やばい、私の知らないところでもう存在してはる。架空の学校がやばいよね。結構広いよね、あの家も。すごい上流階級じゃないですか。サザエさん、サザエさん、血液型 B 型サザエさん。何 DK、 何 DK なんだろう。それはお隣、あ、お隣裏のおじいちゃんじゃなくて、誰だっけ、あの一浪してる人がいるところ、なんだっけ、先生の家か。伊佐坂さん、そうだ、伊佐坂さん、伊佐坂先生だ。もうね、最近見てなくてね、見たいね。ちまる子ちゃんも見たいな。アナゴさん東大なの。エリートな会社じゃん、もう。そうだ、甚六さんだ。甚六さんと浮世さん、浮江さんか。一万ジャスト、私もさっき初めて見た。すごい。多分星集めで入ってくれてる人がいたのかな。ありがとうございます。
孫さん兄弟か。いやでもすごいね、海山庄司、海山庄司、わかめとカツオが行ってるのはカモメ第三小学校。私もサザエさんにいそうな名前。確かに何キャラで出てるだろう。サザエさん、ちまる子ちゃんみたいな。浮江さんか。詳しい、そんな詳しくないけどね、まあ、普通に見てたから。え、そう、ノリスケさん東大生なの？嘘でしょ？本当に？あのハイエナみたいなノリスケおじさんが？絶対嘘だ。それは違うでしょ。それデマ書いたでしょ。絶対デマだ。嘘ついたでしょ。ノリスケさんディス。ノリスケさんはね、いやすごいね。なんかカツオくんと一緒よね。世渡り上手というか、なんだかんだ成功するのはああいう人なんですよ。ああいうあんぐらいしたたかでずうずうしくないと多分世の中ね、あの勝ち組になれない。多分そういうところは尊敬します。奥さん綺麗そうね。なんだかんだ成功してるんだよ。太鼓さん美人だし、やり手ですね、商社マン。すごいっていう、まあどうでもいいことを終わりつつ、まあそろそろ1時間経ったと思うんで、はい、終わりたいと思います。サザエさんお話すごいしちゃったけど、はい、まあ見たくなりましたね。まあ昨日だったんですけどね、今日月曜日ですね。今日も一日お疲れ様でした。まあテロップにもある通り何回でも宣伝するんですけど、11月26日発売のプラチナフラッシュさんソログラビア掲載されてるので、よかったらお願いします。はい、太鼓さん22歳なの？そうでしょ、みんな意外なあれよね。ということでそろそろランキングを読んで終わりたいと思います。明日はねレッスン行きます。じゃあ読むね、読めます。13位から読みます。13位、ご中さんありがとうございます。そして12位が365日の幸せさんありがとうございます。そして11位がコマロさんありがとうございます。そして10位が米ごぼうさんありがとうございます。で、8位が9時の大吾さんありがとうございます。そして7位が神奈川のおつさんありがとうございます。そしてそしてそして9位がミニピンさんありがとうございます。そして5位がかまちょさんありがとうございます。そして4位が、とりあえずルービーさんありがとうございます。13位、あうちゅ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 う、めっちゃ変わった気がする、変わったな。読んでない人、11位アッティさんおめでとうございます。6位が鑑賞用保存用実用さんありがとうございます。という感じで読めたかな。13位から4位まで皆さんありがとうございました。そして3位が夢の中さんありがとうございます。そして2位がセリアさんありがとうございます。そして1位が斉藤さんありがとうございます。いやタワーもありがタワーでした、本当にありがとうございました。西の高校生探偵やけどもうおしまいか。平次、平次、平次来てくれたの？
マッカさん忘れてる。お、4位マッカさん、申し訳ございません。4って言ったと思ったすいません、ありがとうございました。平次が来てくれた。私平次大好きなんですけど、いやね、映画がね、なんか平次の出る映画好きなんですよね。迷宮のクロスロードとかね、カラクレナイとかもそうなんですけど、なんかね、かっこいい、かっこいいなって思うようになった。私あんまり色黒系あんまりなんかこう好き好んでたわけじゃないんですけど、でもな、和葉ちゃんと仲良くね。はい、じゃあ終わりますということで今日はこれにて終了したいと思います。ありがとうございました、見てくださってということでまた明日お会いしましょう。バイチャラポー、チャラポー、バイバイ。じゃあ消します。ありがとう見てくれて。じゃあまたおやすみなさい。3、2、1、チャラポー。